ここ、ここ。うわ、やば、えぐ。ほら、見ろよ、見ろよ。ほら、今日は野獣の日だぞ。うわ、えぐいて。えぐいて、いもちゃ、このネタは。これ、解説お願いしてもいいですか？これ、真夏夜の陰夢ってやつだよね。なんか、陰夢、これ知ってるぞ。お父さん知ってるぞ。真夏夜の陰夢だろ。お父さん知ってるぞ。真夏夜の陰夢だろ。お父さん知ってるぞ。案件じゃないだろ。今日はね、野獣の日ということで、真夏夜の陰夢についてね、ちょっと解説していこうかなと思います。今回はね、芋虫くんが好きな真夏夜の陰夢について解説して、まあ今までね、陰夢ネタがわからなかった子もついてきてくれたらなっていうふうに思います。はい、用意スタート。で、芋虫くんが好きな真夏夜の陰夢というものがあって、真夏夜の陰夢っていうのは、もともと出発点が別でさ、これちなみに4章ですね、これ。4章で、野獣先輩、おぉ！いいねー。ちゃんとしっかり出てるね。屋上もある。これね、やっぱ原作やっぱ見てもらうしかないんだよね。まあ正直言っちゃうと。野獣先輩ってなんで野獣先輩っていうかっていうと、この後輩の遠野と先輩の田所。田所って言うんだけど、この田所の話だから、遠野さんにゃその父さんじゃないよね。父さんもまあまあ陰夢キッズなんだけど、一人の。ヨウムシと父さんが陰夢キッズ。陰夢がめっちゃ大好きみたいなタイプの人。これは野獣先輩。野獣の眼光みたいなので野獣先輩になったっていう。野獣と化した先輩みたいな。野獣の眼光で、そもそも真夏夜の陰夢っていうのは何から始まったかっていうと、野球選手のただのって人がいて、スローボールの人、そうそうそう、野球選手の人がまあホモビに出演してたのよ。でそれでこうニュースになってみたいなところが真夏夜の陰夢の出発点で、その時の監督がなんだこれはたまげたなとかって言って、で、まあ、陰夢の一章は結構面白いんで見てもらったらいいかなと思います。クラについてこいとかっていう風な感じのやつ。一章は展開が面白くて、最初こうサッカー部、野球選手なのになんかサッカー部扱いになってての人たちが黒塗りの高級車に車をぶつけてしまって、で、高級車の中からまあヤクザが降りてきて、免許証を見せろって言って、免許証を没収されて、まあ車そのついてこいって言って、家に行って、みたいな。不幸にも高級車に追突してもらうみたいな感じの話。元は。それが第1章。で、まあ第2章は、まああるんだけど、第2章は、まあ正直、まあ有名じゃなくて、一番こう、微妙。2章3章は微妙。2章3章はまあ見ないでいい、とりあえず。で、とりあえず4章を見る。1章と4章を、まあ、見てもらえれば、まあ、大体掴める。1章がさっき言ったように、そのヤクザに追突する。で、4章が、いや俺は全然陰夢とか知らないんだけど、まあ、ちょっと再現すると、例えば落ち葉が後輩役ね。で、落ち葉ちょっと来て、はい、演技するよ。俺が野獣先輩。で、まあ、こうやって、こう、最初歩いてくる2人から始まって、トコトコトコってこっち歩いてきて、ここ、ここって言うのよ。で、こう、まず、こう、カットが変わって、この、芋虫はカメラね。カメラ役の芋虫さんがいて、ガチャ入って、どうぞ。悔い改めて。悔い改めてって言ってんだけど、これ、いいよ、上がってって言ってんだよね。多分。で、この、どこだ？あれ？あの、謎ソファーどこだ？謎ソファー部屋ないな。謎ソファー部屋で、なんか、今日、練習きつかったね。いや、もうほんときつかったっすよ。って話をした後、まず、さ、まず打ちさって意味わかんないね。こういう意味わかんなさが面白さなのよ。何が面白いんだっていうと、この頑張って、あ、作ってくれた、今、スーパーバイザーが作ってくれました。こうやってね。あ、違う、あの、向き、違う。お前こっち。まず打ちさ、屋上あんだけど、焼いていかないって言って、まず打ちとかいうよくわからん言い回ししたり、展開がわけわかんなかったりするから、それを楽しむみたいな、主に。楽しみ方として、スタンダードの。なんか意味不明なの、やってることが。で、まあ、屋上パートに行って、屋上パート。で、オイル塗ったりとかするんだけど、もう56ラッシュ。面白い言葉ラッシュ。なんか、すごい。本当に56ラッシュで、もうすごい。で、先輩がコップに麦茶を入れるって言って、こう、さーってこう入れるのよ。睡眠薬を。で、後輩に渡して、で、後輩を地下に連れて行って、まあまあそのままこう、なだれ込むみたいな感じのシナリオ。でも結局最後は幸せなキスをして終わりなのよ。結局幸せになって終わり。後輩もまんざらじゃなかったみたいな。あ、な、芋虫がちゃんと、評論してる。最終的に繋がればどうでもいいから、理由付けでしかない演技パートは手を抜いている。だから矛盾点や稚拙な演技は目立ってユーモアになる。おー！さすがスーパーインムバイザー。やっぱ好きなんすね。で、まあ、もう一個あるのが、野獣先輩ってやつが一気に人気になったのよ。かなり人気になって、この落ち葉のスキンの人なんだけど、その野獣先輩人気になって、いくつかの野獣先輩が出てる動画が有名になったのね。で、その中で有名なのは、白身空手部正の裏技。これがまためちゃくちゃ面白くて、3人組なのよ、今度。3人組で、空手部のバカ3人組がなんかこう、あーだこうだ言いながら合宿に来て、いろいろやるみたいな。なんかこう、ツッコミありきなんだよね。
楽しみ方が。それ自体を見てもあんま面白くないから、コメント付きで見ない。だからニコニコじゃないとあんま面白くないんだよ、インムって。コメントのツッコミ付きで見るみたいな。そう、ニコニコ動画でしか流行んないのはツッコミがないと苦しくて見れないの。ただの稚拙な学芸会のお遊戯動画なんだけど、でもツッコミがつくとこいつら何やってんだみたいな感じになるから、とりあえずニコニコ動画のコメント付きで見ることがおすすめ、一旦。そうで、まあ、他にもいろいろこう、まあ、派生系があるんだけど、とりあえず必修は空手部と第1章、4章を見てから、まあちょっと、まあ、入りだね、入りはそこから入って、まあ、あとはなんかこう派生で面白いのがたくさんあるから、まあそれはなんかこうニコニコのランキングとか見たりしたり、 YouTube でもまあ見て、まあちょっと学ぶみたいな。いきなりマットを見ても面白くない、多分。いきなりこう陰部実況とか見てもあんま面白くない。ヘルスカ、これ日本の文化だからね、これ日本のトレディショナル陰部カルチャー、わかる？ヘルスカ嫌い、いや、ダメだよ。嫌い、日本。いや、違う違う違う。これは、日本のカルチャー。これ大事。大事だよ、ヘルスカ。もういい。でもいい。これが日本だからなぁ、でも。あ、そう。語録を聞いて、本編で、みたいなのがいい。あとね、ちょっとすいません。ちょっとふざけてやってたので、ちょっと謝罪したいことがあって、ほんとにイモムシに申し訳ないなって思って、俺も、ちょっと、配慮足らなかったなって思うのが、イモムシくんの、陰部実況っていう、その、陰部実況っていうのは何かっていうと、その、ホモビの中で使われた音声だけを使ってゲーム実況するみたいなのがあるのよ。例えば、まあよくイモムシくんが言ってる、やりますねとか、そういうなんかこう、名言みたいなのがあって、それを元で映像から抜き取ってきて、なんか喋らせるみたいな感じのやつなの。それがあるんだけど、でもそれを紹介したら、コウタンから DM が来たんだよ。くんさん、ちょっとイモムシのやってる内容を言うのはやめてもらえませんか？それ言うと、イモムシは世界観を大事にしてるから、それ言わないで。世界観を大事にしてるから、だから、詳細を言っちゃうと、その世界観壊れちゃうと。クンキッズがその動画を見たりして、イモムシだってやっちゃうと世界観が壊れるから、本当にイモムシはそれを大事にしてるから、だから、言わないであげてもらえませんかみたいな。だから俺もすげえ、本当間違ったなと思って反省して、もうイモムシのこれだよみたいなのは絶対言わないし、まあどういうのやってるぐらいはいいんだけど、本当になんかイモムシごめんねっていう風な、こだわりがあったから、ないがしろにしてしまおうとしちゃったけど、その茶化してね。絶望してる今。でも、イモムシよかったじゃん。これ落ち葉のおかげだよ。イモムシ。イモムシ落ち葉のおかげだよ。ほら。イモムシが作ったんだぞ。でも、こいつ。これ、イモムシが産んだんだよ。先輩。お前が始めた物語だろこれ。でも、しょうがないよ。だって人一人こうしちゃったんだから。もう責任取らないとこうなっちゃったんだから。ごめん、落ち葉、ごめん。もうこうなっちゃったんだから。気持ちいい。いや、もうダメだ。もう5、6でしか話せなくなった。もうダメ。こんなことになる。もう入った時はただの建築優秀勢、何でもできますみたいな感じだったのに、落ちたな。他にもね、いろいろ面白いのがあるんで、ぜひまあ見てみてください。こう、ネットの面白いみたいな感じだから、ティーダのさ、やつあるじゃん。ワッカとティーダのやつ。みたいなノリと思えばいい、大体。大体あのノリ。どこから見れるんですか？え、ヘルスからリンク貼ってあげて。全部。耳揃えて貼ってあげて。え、それは、なんかこう、まあインターネットカルチャーだから。で、まあそんな関係ない、興味ないっていう子もいると思う。確かに。ね。この動画を見てる人の中でいるかもしれんけど、くんのコンテンツの根底はそういうところから来てるから、ネットの根底から。まあだから例えば、クリスマス楽しいなって思うじゃん。クリスマスは、本当はキリスト教のイベントですよっていう。ね。フィンランドにサンタさんがいれば日本に野獣先輩がいるんですよ。ヘルスカわかる？そういうこと。フィンランドのサンタさんは日本の野獣先輩。だそういうことなんですよ。こうカルチャーだから。バックボーン、カルチャー、由来。ね ?DNA があるんだよ、そこに。だからまあ、教養として知っておいて、本当に損はない。マジで。陰部は教養。完全に。野獣先輩、袋の中身を子供にあげますか？袋を舐めさせるのは野獣先輩。袋の中身あげるのがサンタさん。その差はある。それはそうだな。間違いない。まあ、ただ、コメントとかはしたりしないようにね。これは絶対。そのカルチャーがあるから。それみんなお客さんなわけで。マジでそう。お前らね、YouTube のね、優しい世界に慣れすぎてる。ガキ聞いてるか？ YouTube ガキ。マジで。聞いてる？ YouTube のさ、しょうもねえガキども、女も男も、てめえら全員に言えるんだけどさ、文化を荒らすな、まず。インターネットで文化を荒らすのが平然と行われてるから、マジで本当に良くない。コメントも含めて楽しいっていうのが、本来のあり方なのに、YouTube のコメントで、わけのわからんコメントを書いてみたり、わ、今日初めて見ましたとか書いてしても、お前のコメント面白くねえんだわ、マジで。お前のコメントマジでクソつまんねえから、お前のコメント邪魔なんだよ。だから、まず慣れてから、コメント書くのは、まず文化にまず慣れてから書け。いいな。それ大事だぞ。コメントが嫌ならコメント欄見なきゃいいじゃん、しね。
それはあれだよな、なんかすごい料理に勝手になんかパクチー乗せまくってきて、いや別にパクチーならパクチー避けて食えばいいじゃん、えパクチー避けて食えばよくないって言ってるの一緒。くせんだよお前、くせ、わかるか、お前らくせえの。だからパクチー乗せんな、一回待て、様子見ろ、そこに乗せるのはパクチーじゃない、白髪ネギや、わかるな。大変なんだよ、コメントを打つと流れるから、結局古いコメントは。あとね、あのキッズだけじゃないんだよこれ実は。あのガキガって言うんだけどさ、俺インターネットね、俺昔からねやってるインターネット古参勢とね、もう言わせてもらうくんさん、2008年ぐらいからもうインターネットコンテンツにただびたりの人なんだけど、なんか子供だからそれをするわけじゃないんだよ、大人もね空気読めんやついるんよ、そのなんだろう、ネット初心者の大人ほど痛々しいものはないんだよ。だからあのゆっくり解説とかのコメントとかで、ゆっくり実況とかって実はなんかすげえおっさんとか見てたりして、ゆっくり解説とかなんか見たら相当なんかこう、うわこれ明らかに50超えてそうだってコメントの幼稚な稚拙な空気の読めない面白くない、みんな間を冷めさせるコメントとか書いてる50代とかいるんだよ、40代とか。多分ネット入ったばっかりだから、結局インターネットで赤ちゃんなの、インターネット赤ちゃんみたいなのがいて、だから結局さ、なんかサキちゃんの方がちょっと痛いじゃん、それと一緒みたいな、わかる、サキちゃんより23歳の方が大人に見えん、ネットだと。別に23歳大人じゃないのに、リアルだと別にそれ大人ってわけでもないのに、23歳の方が大人に見えるんだよね、サキちゃんよりも。サキちゃんの方が子供に見えるじゃん、でもリアルだとサキちゃんって普通に大人のそのね、成熟された女性なんだけど、そう見えないんだよ、ムーブがわからないんだよ、インターネット赤ちゃんだから。他にもインターネット赤ちゃんっぽい人ってやっぱいるから、年齢が上なら、あ、紅茶とかそれ感じる、インターネット赤ちゃんって感じする、なんかわかるっしょその感じ、子供っぽく見えるんだよね、インターネットで。インターネットでのこの子供っぽく見えるノリとか空気の読めない感じってリアルとちょっと違うから、その一回ネットで様子を見ないとそのノリが分かってない感じになっちゃうんだよね。インターネット赤ちゃんだから、別に年齢が子供じゃないからセーフとかじゃなくて、まずネットをちゃんと見てからコメントした方がいいぞ、コンテンツ潰すぞお前らマジで、面白くなくなるから。でも YouTube のコメント欄とか見なくなったもんな、もう面白くなさすぎて。と言っとくか、こういう話しても無駄だから割と。あとなんか配信とかもこの前さ3ヶ月カップやったんだけど、嵐のコメントとかに対してすっげえ反応するんよ、何々が嵐してるとかって言って、嵐はブロックしましょうとかって言ったり、すっげー反応すんのよマジで、本当にバカなんだよね。嵐に反応するのは嵐だから、結局他のことを言い出したりとか、もうとにかくひどい。ネットのひどいの見たかったら見るために来て、顔出しの女の子の配信を見れば、コメントでネット慣れてなさそうなおっさんがいっぱいいるから、本当インターネット保育園だよ顔出しの女の子のコメント欄、マジでマジでインターネット保育園あそこは。赤ちゃんプレイしてる大量のおっさんたちが、な、日記書いてみたり、今日何があったよって書いてみたり、例えばね、夜ご飯の話をしてるのに新曲の歌聞いたよとかって言い出すみたいな、はっていう、今夜ご飯の話してんだけどみたいな感じなんだけど、もう書きたいこと書いちゃうみたいな、赤ちゃんだから。赤ちゃんってわかんないじゃんそんなの、言いたいこと言うじゃん子供とかって。だからネットでもインターネット赤ちゃんだから、赤ちゃんしちゃって書いちゃうんだよな。だから本当にそういうのやってるとコメントもつまんなくなるから、まあほどほどにしとけって言っても無駄だろうけどな。だからもう YouTube のコメント、俺楽しむ時に YouTube のコメント見るのやめたマジでつまんなすぎて。じゃあ何を書けばいいんだ、何も書くな、まあ、確かに何を書けばいいか分かんなかったら書かなくていいんだよな。いやでも俺あれだと思うよ、なんかまずいと思うのが、もうちょっとそもそも論の話をすると、今さ俺見て元気なのさ、23時夏アルゴン芋虫とかでしょ、そういうことでしょ、インターネット大人芋虫夏アルゴン23時、こういうところアリエル黙ってます、アリエル沈黙、これ本気で話してるのかな、好きなこと書けばいいんじゃないかな、本気で話してるのか、多分嘘っすよね、本気っすか、え、なんか面白かったら良くないっすか、違うんだな、赤がアレルギーが同じこと思ってた。はい、インターネット赤ちゃんですね、まだまだ。いやー、なんかそれはめっちゃ思うよね、コメントつまんねえマジで、 YouTube のコメントつまんなすぎて見てらんない本当に。50人クラフトはだから俺快適なんよ、俺50人クラフト配信してるつもりでやってるんだよね、結構50人クラフトのこのチャット欄って俺の中でコメント読んでるのと変わんないんだよ、昔のニコ生やってたことをもう一回やってるだけなのね、結構50人クラフトのこの左下のやつは配信のコメント欄だと俺は思ってて、割と読むときに、俺昔ニコニコってやってたときは大体こういうノリでやってたのよ。でも今 YouTube とか見るためでこれやっちゃうと、マジで自己紹介とか名前呼んでくださいとかフレンド依頼くださいとかそういうのばっかりになっちゃうんだよね、だからそういうことできないのよ。まあ選んで読むことはできるけど、ノイズが多すぎてなんかつまんないし、ここまで密にやり取りできないのと、個体識別もできない、やっぱ人数的に多すぎて、あのリスナーでしょみたいなのができない。くんさん動画見たよこれ、そう、こういうのこういうの、
そう、どうでもいいじゃん。動画見てだからなんだよみたいな。だから50人クラフトでやってる。難しいんだよ、その塩梅っていうのが。またたまにさ、ファニコンで配信するんよ。ファニコンっていうね、ファンサイトで配信するんよ。したらみんな逆に空気読みすぎてコメント流れないんよ。なんかみんな聞いてよって、お利口さんに聞いてよみたいな、みんなに思ったせいで今度はコメントが流れないみたいなことになる。ファニコンの配信コメント流れないけど、ちょっと困る時ある俺。いや、みたいな時ある。ちょっと訓練されすぎててコメントが流れない時ある。たまーによく分かってないやつが連投するみたいな感じなんだけど、空気読まずに連投するけど、空気読めるやつがコメントしないみたいな時はある。結構ある。あのコメ、ファニコン入ってる人は分かる。多分コメントなんか妙に少なかったり、一人なんか空気読まないやつがずっとなんか関係ない話してるみたいな。で俺が薄い反応するみたいな。今日飯、普通にコンビニでなんかおにぎり買ったよ。沈黙みたいな。そうそう、話止まった時なんか別の話題書いていいんかな、やめとこうかなみたいになる。やっぱそうなりすぎるのも問題なんだけど、ほとんどの奴らはコメントしすぎだから、まじガキは自重しろ。半年ロムネ、もう一回流行らせたいんだよな、この半年ロムネっていう文化ちゃんと。よくある会話の流れを暗記する。何を言ったか怒られるかを把握する。そういうのをしないから鳩が増えるんよ。でそうなるとどうなると思う？ VTuber とかさ、リスナーに対して距離を取っちゃうんだよ。 VTuber じゃないもん、配信者とかリスナーに対して距離取るじゃん。だったら距離が近くなくなって面白くなくなるんだよ。そんなのテレビ見てるのと変わんなくなるぞ、お前ら。自分たちのせいで警戒されて、コメントいっぱい読んでくれたり、コメントと会話してくれる人が減って、まあ呆れ果てるじゃん。そんなさ、なんかフレンドくださいとかさ、自分勝手なコメントばっかりになったら、読む側も読む気うせんだよ、どん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 。ってなったらつまんなくなるのはお前らだぞ。焼き畑農業してるんだからな、マジで。お前らは昔は仲良くなった、そう、配信者と普通に仲良くできたはずなのに、なんかもうコメントも、なんかもう自分勝手なコメントとか、もうなんか自分が仲良くなりたいとか、自分が推してる事実を表明したいみたいなのばっかりになっちゃって、結局もう警戒されて仲良くなれないとか、で、チャット欄はなんかドッジボール状態みたいな。出来横の配信見てみろ。マジでガキしかコメントしてないよ。出来横の配信知ってる？みんな。出来横の配信一番コメント割れてると思ってるよ、俺。この界隈で。出来横優しいよ、めっちゃ。優しいから、出来横を全部読むよ、コメント。ってなると、付け上がって、なんかだるいのめっちゃ湧くんだよ。もういらんようなコメントが。出来横さんリスナー、マジでコメントの質悪い。調教しろ、出来横、お前、ちょっと。反省しろ、お前のところで、再生産してるから、お前が調子取らせるから、リスナーのこと。ちゃんと調教してしつけとけ。コメント読んでもらいたい人は、出来横さんの配信に行こう。出来横全員読むからさ、マジで楽器多いんだよ、出来横の配信だけ。出来横の配信子供クラブになってるよね、なんか。すごいよ。暇人の配信とかちょっといい空気なんだけど、ベノムのもなんかちょっと、なんか往年のニコニコ生放送みたいな、顔出しして朝日スーパードライ飲んでるおっさんの配信っぽい雰囲気ある。ベノムのところの配信は。顔出ししてクソ汚ねえ、和室で、なんかあぐらかいて、朝日スーパードライ飲んでそうな雰囲気がある。ベノムのところの配信は。和室そう。和室で、たまになんかお父さんとかが勝手にドアザーザーって開けてお父さんの声が入ってみたいな感じの雰囲気はちょっとある。昔のニコニコ動画みたいな雰囲気はちょっとある。嫌いじゃないね。出来横はね、ダメだね。答え厳選しとけ。優しすぎる、お前は。いいやつなんだけどコメント荒れ続けるぞ。まあということで、ちょっと話はそれましたが、まあちょっと真夏夜の陰謀の話でした。ということで、まあ全年齢版がねちゃんとあるんでね、全年齢版を見てくださいね。もちろん導入部分以外は見ちゃいけないので、本来。まあ導入部分は見ても大丈夫なはずなんで、まあぜひ購入して見てみてください。ちゃんと買ってね。ちゃんと買ってください。ちゃんと無断転載のじゃなくて、ちゃんと買ってみてください。ファンザにある？まあ知らん。探せ。どこにあるか知らん。はい。じゃあ GG。